はようございます。ちょっと今近所のランドリーに洋服を預けに行ってます。昨日ごま油まみれになっちゃって、もう仮洗いして乾いて、ちょっとあとは本洗いしてもらいます。はい、ランドリー屋さん発見。ここでちょっと出します。荷物を預けて 3.5 キロね。はい、無事にランドリー預けられました。キロ10ソルだね。キロ367円ぐらいで、今 3.5 キロだったんで1300円もしちゃいました。ちょっと基本は手洗いにして、まあ洗うの重いやつは今後はランドリー使うっていう方にしようと思います。商店でお水買います。水ゲット 3.5 ソル130円ぐらいかな。近所の商店に買い出しに来ました。近所の商店で買い出ししました。これで全部で750円ぐらいでした。じゃあ夕ご飯作っていきます。なんとこの宿には電子レンジがついてます。やばい、文明。なおさんにもらったオリーブオイル、ハバネロとニンニクが入ってるオリーブオイル、使わせていただいてます。じゃん。ペペロンチーノとポトフ。いただきま す、はい、昨日の残りのポトフです。はい、ということでここ1週間2週間分の食材を買いに行きます。ほらほら、キャベツ売ってるじゃん。レタスも売ってる、ブロッコリーとか結構いろいろ売ってるね。洋梨ビーエーエーグラシアス。はい、ちょっとペルーに来て 1,2 週間経ってますけど、ここでペルー情報、アエナズメモお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。はい、お返しします。もうクスコ3日目で全然息上がんなくない？あんまり、うん、上がんない。結構歩けるね。ね、そうだね。高度順応しました。すげえ都会だね、クスコ。本当に思ってた何十倍もでかい。おお。思ってたよりでかい。ね、あれ？小さい。ポコリあんじゃない？本当だ。なんかネギみたいな。長ネギ。ちょっと料金わかんないね。ね、書いてないね。え？スピナッチ？ほうれん草あった。なんか茎ないね。ただの葉っぱ。結構醤油使うんだね、うん、いっぱい種類あるよ。もう味付け醤油多いもんね、外食しても、まあ、食パン発見。一番安いのが284円ぐらい。まあまあするね。結構清潔だね、うん。チーズ、オコンカッテ、オコンカッテ、オコンカッテ、かわいい、ハロウィンだ。まあまあでかいね。ほら超重い。合います。こんなに大きいよ。玉ねぎ3つ、2つ買います。何この形、かわいい。何でしょう、スイートポテトみたいな。うまそう。白菜だ。しかもでか。ちょっと失礼して。あ、カット4分の1もあるじゃん。うわー、ほんとだ。え、すごいな、ちゃんとじゃがいもの芽が取られてる。優しいね。ねえ、そんなスープは初めて見た。ネギを2つ2本買います。
ちゃめのやつ買います。買います。なんかもうすごい磨かれてて金ピカピーな、ピッカピカしてる。やってみようか、うん、まあまあするけど買います。はい、1個買います。うん、味の麺買っていこっか。なんか信頼できる気がする。うん、まあお試しでね、一回ね、150ミリしか入ってないから、うん、味の素です。これね。うん、もう 4.3 ソル、158円ぐらい。まあまあするね。ちょっと飲みたいけどな。うん。もう一個買います。高いけど買います。今これを歩いて帰るか、 Uber だと300円ぐらいで帰れちゃうんで迷ってます。はい、300円使って Uber で帰ることを決めました。グラシアス、グラシアス、チャオ。はい、でうわ結構被害大きかった、一番被害大きかったこいつ結構綺麗だね。うん、なんか分かんない。あーよかったね、めっちゃグラシアス。いただきまーす。スープから。うん、うん、うまっ。おいしい。うまっ。おいしい。あー、買い物リストで宇佐さんとピカ店さんに買ってもらったごま油使わせていただきます。はい、いただきます。いただきます。うん、レトルトカレー感じ、贅沢だね。うん、いただきます。はい、ちょっとお散歩します。犬がドブで遊んでるよ。いやーやーばい、もう本当にやだ。しかもこいつ飼い犬だぜ。本当だ、ベルトしてる。ここいいね。一望できるね。うん、何作ってんの？鶏肉とポテト揚げてんの。おいしそう、超いいね。それ5ソルだって、186円。食べてみる？食べてみますか。うん、エッゼフレーサー、エネフレーサー、フレーサー、フレーサー、スムージー、フレーバー。いただきます。炭酸、いちご炭酸、あとなんか癖あるもの。へー、癖あるんだ。うん、なんかの癖がすごい。いただきます。どうぞ。なんだろうね、なんか癖あるよね。うん、まあ、まずくはない。じゃん。じゃあいただきます。はい、どうぞ。
まうまこれ5ソル安いよマジで。ちょっと持って帰ってご飯のおかずでも全然いい、めちゃグラシアス。あ、満足ですね、うん、はい、夜ご飯和風パスタ、ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃいただきます。いただきます。じゃあ残りのご飯でおじや作っていただきました。いただきます。はい、ちょっと編集も忙しいですけど食べながら頑張ってください、はい、結構ボリュームあるね。うん、これからお出かけです、はい、なんと今日はついに連れ旅さん夫婦にお会いします。やっとだ、超楽しみだった。連れ旅さん夫婦は僕らよりも3ヶ月ぐらい前、なんか2021年の12月に世界一周をスタートしていて、あの SNS ではかなりいろいろやり取りはしていて、うん、ようやくかぶったね。そうだね。はい、ということで連れ旅さんたちと待ち合わせしている広場までバス乗って向かいます。はい、コロンビアバス到着。ほら、ほら、無事に来ましたね。初めてのバス。一人一ソルなんだよね。均一なんだよね。めっちゃ揺れる。はい、バス降りました。ちょっと歩きます。待ち合わせ場所到着。来ました。ホヨアラブラサです。ホヨアラブラサ、めっちゃうまいよね、ポテト、うん、なんかジャガイモの味ちゃんとする。おい、うん、しい。うん、めっちゃ香ばしいですね。おい、うん、しい。パリパリ、うん、パリパリ、うん、イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、さっきやったばっかりか。韓国ね。可愛い、やってくれ。バイバイ。バイバイ。Hola. Buenas tardes. いただきます。でかっ、超でかい。こんなでかい椅子どこから運ぶの。はい、この石の中にプーマの形したプーマの模様だね。わかる？わかった。ね、顔わかりやすいね。ちっちゃい四角形がここだね。で、これが顔で、うん、ここがこう、こうなってんじゃない？合ってます？合ってます。合ってます。合ってます。あ、ちょっと待って。これ何？友達。あとナポダル。これだね、十二角。これだね。超綺麗。でかいね。ね。
広場。お二人が僕らの分も買ってくれました。ごちそうさまです。ありがとうございます。じゃあこれから夜景の見える丘に行きます。到着。はい、夕日待ちの間ペルービールクスキーナいただきます。乾杯。サルうん、おいしい、うん、コクある系ね。じゃん、インカチップス食べます。チルタビさんおすすめ、うん、バーベキュー味がおいしいんだって。しっかりしてね、うん、分厚い。いただきます。うん、おいしい。パクチー入ってるね。うん、入ってる。なんか鶏ガラスープみたいな。麺は？麺はね、パスタ。パスタがすごいビヨンビヨンに伸びたみたいな感じ。でもスープがすごい美味しい。コラーゲンたっぷり配合。そうそうそう、テクノじゃないですか。ありがとうございます。揚げたて？うん。受け取って6ソルです。安上がり。今日はありがとうございました。はい、こちらこそ。またまたクスコ大切にお会いしましょう。はい、ぜひお願いします。さあ宿まで40分ぐらい歩いて帰ります。まあ、バスが来たらバス乗ろうと思います。だいぶ標高にも慣れてきたね、体がサクサク歩けるね。30分登り続けてるけど普通にサクサク歩けます。あとちょっとです。約40分歩いて宿に到着です。おやすみなさい。つゆたびさん、また会いましょう。おはようございます。おはようございます。ナップル切っていきます。うん、うん、みずみずしくてめっちゃ甘い。これおいしい。宿のシャワーヘッド壊れてしまってお風呂に入れません。今エアビーのホストに連絡して部品交換してもらってます。日本人です。こんにちは。こんにちは。おじさんですね。そう、日本語が喋れるおじ。メリー、メリーのおじさん。メリー、シー、ジオでメリー、ディーのポリス、ティー。そうです、うん。いただきます。いただきます。うん、いい感じ？うん。うん。すんごいいい感じ。うん。
美味しいじゃん。別にブヨブヨじゃないね、うん、12分パスタだけど、うん、でも17分ぐらい入れてた、美味しい。無事新しいのに交換されて、なんかシャワーヘッド綺麗になりました。はい、夕ご飯です。じゃじゃん。今日はお鍋です。野菜たっぷりと卵、あとはナス、米。贅沢。いただきます。いただきます。おはようございます。中心街の方向かいます。ほらじゃあサラダとスープ。めっちゃ混んでて、場所はどう考えてもこっちですけど、うんうん、味は下手したらここだな。だから一つ問題は、もっとやばいっすもうスープでもういつも消えそうなった。魚いただきます。いただきます。甘くないところだと初めて飲んだ。普通に美味しいですね。うん、牛乳も入ってないんで、お腹にそんなたまんないし。本当にありがとうございました。ありがとうございます。いろんなクスコ情報を教えてもらいました。じゃあ帰ります。だから夕ご飯食べます。じゃじゃん。ペペロンチーノでーす。いただきます。今日はポトフ、あとはおじや。ケフリア、ケフリア、ケフリア。テキエロムーチョ、テキエロムーチョ。皆さんですね、はい、夜です。今日は和風パスタ、あとおかゆの余り。いただきます。いただきます。おはようございます。おはようございます。朝飯、ご飯、キャベツ、ベーコン、野菜炒め、目玉焼き。さあいただきます。はい、夜です。編集お疲れ様でした。お疲れ様でした。夕ご飯です。はい、今日はポテト、コンソメ炒め、ご飯です。いただきます。おはようございます。多分3日ぶりぐらいにお風呂入りました。そして今日朝ごはんは即席麺です。今日はショッピングモールのカフェで作業しようと思います。はい、3日ぶりの外出です。出た瞬間にうんこ踏んでしまいましたくせーよー、絶対俺の靴今どっかで洗います。じゃあ編集頑張りましょう。はい、編集頑張りました。夕方7時半です。これからワンピース見に行きます。映画館デートっていう雰囲気を楽しみたいと思います。おー、ポップコーンの匂い。結構混んでるな。本当だね。ゲッチ。を意味している。世界政府の管轄下にある海軍も弱き者すべてを助ける。お疲れ様でした。
どうだった？豚が多すぎて。お買い物1400円でした。じゃあ今からこの丘を登ってあの山の上まで登ります。休憩早くない？めっちゃ疲れた。マラソン大会でダッシュした時みたいに疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか？さああとちょっと頑張れ。ヒッヒッフー、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー。到着。お疲れさん。着きました。おはようございます。おはようございます。はい、現在時刻は朝の10時です。はい、今日はね朝7時から9時ぐらいまでライブ配信をしました。見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございます。また見てない方多分アーカイブ残ってるんで、うん、見てください。はい、ブエナスディアス。ブエナスディアス。一旦帰って今日はお昼にジャイカでねマチュピチュの保護活動をしている日本人の方、あのたまたま近所に住んでたんでお会いしたいと思います。はい、楽しみにしてます。ジェガソさんとランチです。じゃん、ポテトがたっぷり。ほんとポテトがすごいたっぷり。あ、そうですね、チーズ揚げみたいなもんさ。あ、そうですね、チーズ揚げですね。で、アボカドソース。レジェノでケソって言ってたんで、まさにそう。ごちそうさまでした。いい店紹介してくださってありがとうございます。到着。ワンチャック市場。おお。でフレスコ、でドゥルセ、ソーセ、ソーセ。ケチュア。エンチノスノスノソトロソモス、アポネセス。耳。です、鼻、ケース。鼻耳。おお。鼻耳、髪。鼻耳髪。番号はとそんなの。そうっす。戦闘制度。受けとくの怖いから。よろしくお願いします。これ200g。あ、オッケー。ありがとうございます。おー、美味しそう。美味しい。584。お肉ゲッチ。本当ありがとうございました。はい、全然。また会いましょう。はい、また今度は村で。はい。村聞いときます。はい。本日2回目の山登りです。頑張りましょう。
ちゃんだ、まだ。吠えられた。こんにちは。すごい上手。こんにちは。もう持ってたんだ手に。それ返金されました。これでバス乗ろう。ね。はい、今日はサバのセビーチェです。スープとトウモロコシ全部で3つで10足です。はい、いただきます。クラムチャウダーみたい。サバのセビーチェいただきます。オニオンだね。美味しい？イカが入ってる。へえ、それテンション上がるね。うん、なんか超美味しい。うまいです。うん、美味しい。これ買ってく？うん、これ買ってこっか。Sacamos los granitos y lo embolsamos ahí, cito. Gracias. Ajá. ¿Qué más, mami? Chao, mamita. Gracias. Chao. Chao, mamita. Cuídense. Gracias. Sa, oimo 1.5 kilo. 4.5 sol. Ja, abogado 2つ. 7.2 sol. Ja, budo 1個買います。立派だよね。リンゴクワント。
では乾杯、お疲れです。はい、じゃあクス系のブラックとインカコーラ、太陽と月なのです。ちょっと割合とかどうだ。五分五分らしいですよ、1対1。失敗しましたいただきます。うん、あ、うまっ。ブラックの苦味とインカの甘みがいい感じに融合されて美味しいです。何これ。始まったディスリ始まった。マンゴーいただきます。唐揚げいただきます。ほうれん草のおひたしまで、ありがとうございます。リアルジャーニープレゼンツ、お豆もたくさん食べてる。 ありがとうございます。サクサクのお豆の、そうこれ前ですよ何 cc 入れるとかっていうのが味変わってくるんですよ。唐揚げやらアボカドやら、めちゃめちゃ楽しかった、まあ、明日もしかしたら気さくなるかもしれない。あ、いいですね、いいですね。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。お願いします。Gracias.